こちらが材料になります。まずは牛と豚の合いびきのひき肉 200g、 粗びきも 200g 用意しました。ない時はこちらの方で400揃えます。でも粗びきの方が肉肉しいハンバーグになるのでおすすめです。あとはパン粉が 100cc ぐらい、ソースで使う玉ねぎ1つ、こちらはハンバーグに入れる玉ねぎが1つ、牛乳少々と胡椒は2つ入れる形で、ホワイトペッパーとブラックペッパー両方使います。あとはチェダーチーズ、生卵、マヨネーズ、隠し味で味噌入れます。でソースの方でこの生姜とニンニクのチューブも使います。では作っていきたいと思います。まずはじめに玉ねぎをみじん切りします。このブンブンチョッパー使うとすぐにできるので私はこれを使います。本当にブンブンチョッパー便利なので気になった方はぜひ買ってください。料理が本当に時短になります。こんな簡単にみじん切りになります。では残りも全部入れてやっていきたいと思います。はい、こんな感じですごくみじん切りになりました。玉ねぎを1個分全部入れちゃいます。そしてパン粉 100cc です。これくらいの大きいスプーンにドサジェル分ぐらい入れちゃいます。これがね、和風にすごく合うのでおすすめです。あとはマヨネーズ、マヨネーズもこれくらいの量かな、入れます。あとちょっと牛乳を大さじ1くらいで大丈夫です。卵入れます。ナツメグ、ホワイトペッパー、粗挽きのブラックペッパー、これペッパーを2種類入れることでとってもガツンとした味に決まります。あとお塩、これをですねこれくらい、小さじ2分の1ぐらいかな、これくらい入れます。でこれを混ぜていきます。ハンバーグはよくこねた方が美味しいのでしっかりと混ぜていきます。はい、出来上がりました。ではまず先にソースを作りたいのでこれは冷蔵庫に冷やしておきます。オニオンソース作っていくんですけれども、この楽々おろしてみませんか、これお高いんですけどめちゃくちゃおろすのが楽なのでおすすめの商品です。玉ねぎを1個全部すりおろしていきたいと思います。家にあった4分の1の玉ねぎはさっき使ったブンブンチョッパーの中に入れて少しだけすりました。でさらにこれをすっていきたいと思います。ほんとこのおろし器は玉ねぎをすってても根があんまり痛くならないのでとってもいいです。ふふ出てきちゃったやつはブンブンチョッパーに入れちゃいます。こうなっちゃったらブンブンチョッパーに入れておろしは完成です。こんな感じになりました。このすれなかった玉ねぎもソースにするのでブンブンチョッパーで細かくしちゃいます。こんな感じで細かくみじん切りにしました。ではオニオンソースを作っていきます。まずは玉ねぎを
みじん切りとおろし両方入れてきます。でこの時に出た玉ねぎの汁半分ぐらい入れます。いつも目分量なんですけど、砂糖大さじ1ぐらいとみりん大さじ2ぐらいかなと。はい、お醤油、醤油は大さじ2ぐらい、はい、結構ひたひたに入れます。にんにくと生姜のチューブを2センチこれくらい、はい、入れて混ぜます。これでオニオンソースは完成です。みじん切りも入ることで食感もあるので美味しいです。はい、ではハンバーグを焼いていきます。7分の蒸し焼きにします。はい、7分経ちました。おいしそう。はい、焼けました。でこの残った肉汁にこのソースを煮詰めていきます。この肉汁がね、やっぱり旨味なので残さずソースに絡めていきたいと思います。そしたらこのハンバーグ戻していきます。はい、火を止めました。で食べるハンバーグにだけこのマヨネーズをちょろっと乗せて、このチェダーチーズ、これをもう適当なんですけどこんな感じで乗せて蓋をします。これでチーズが溶けたら完成です。余熱で全然溶けちゃうので余熱で溶かします。できました。これが主人の大好きな絶品オニオンソースの和風ハンバーグです。チーズも乗ってて結構がっつり系になります。今日は休日出勤をしてるので一緒に食べられないので、フライパンでね、後で温められるっていうところもとってもこのハンバーグの好きなところです。ではいただきます。はい、こんな感じです。ソースをたっぷりのせて、うん、うん、美味しい。今日ちょっとなんとなく種が柔らかめにできました。もうちょっとパン粉少なくても今日は良かったかなって感じはしますが、味はとっても美味しいです。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。